こんにちは、レオです。今日はね、サクッと短い動画にしたいなと思っています。振り返ると最近ね、何個か連続で15分ぐらいの尺の結構長めの動画が続いていましたので、今日はね、サクッとそしてカジュアルに、リラックスしてお届けしたいんですけれども、隣で話してるような感じで聞いてください。小ネタなんですね。で、何かというと、ちょっとショック受けたことが最近あって、最近ね、動画で紹介したんですけれども、アップルの純正のバッテリーを購入しました。マグセーフのバッテリーです。すこぶる評判が悪いです。はい。で、これを購入しまして、で、まあ、ちょっとそれに合わせてね、 iPhone の12ミニのこのバッテリーの今の状態ってどうなのかなと思って調べてみたんですね。iPhone で設定アプリを起動してバッテリーってやつをタップすると、で、そうするとバッテリーの状態ってやつがあります。これタップすると、今のこの iPhone 12 mini のバッテリーの状況がわかるんですけど、これね、見てほしいのが最大 91% って書いてあるんですね。購入してから7ヶ月半ぐらい経過してるんですけど、もう今満充電したとしても、新品で購入した時に比べて 91% の部分までしか充電できませんよということが書いてあります。まあ半年よりは1年に近づいてきていますけれども、まあ普通の人はね、毎年買い替えるっていうことはないと思います。2年ないしは3年使うっていうこともあるんじゃないかと思うんですけれども、1年経たずにもう 10% も満充電の時の充電容量が減ってしまったのかというふうにちょっとショックを受けました。で、まあ、もともとミニの電池容量って小さいっていうふうに言われていますし、まあ小さいですよ。で、まあそれでも、まあ、都会で普通に暮らすには1日持つんじゃないっていう話を僕ずっとしてきましたけど、このペースで電池の容量が減っていってしまうと、2年後、3年後はさすがに厳しいかもっていうふうに思ったんですね。で、ここで僕が気になっていることがあります。これがもしかしたらね、僕が使い方が悪い、電池の充電の仕方が悪かったりとか、なんか消耗が激しい使い方をしてしまっているのかもしれないですし、あるいは、みんなこんなもんなのかもしれないとも思うんですね。なので、ぜひ皆さんに教えてほしいと思って動画を作りました。要は、iPhone 12シリーズですね。別にミニでも、無印でもプロでもプロマックスでも構いません。 iPhone 12シリーズを購入した人の、今の電池の状態っていうのを教えてほしいんです。で、ぜひコメント欄でね、もしその購入した人いたら、機種名と、おおよその購入日、まあ、購入時期ねと、今の電池状態っていうのを教えてください。僕、例として僕もコメント欄に書いておきますので、そこに続きでね、ぜひぜひ皆さんの電池残量教えてほしいんですね。どうなんだろう、結構早いよね、どうかな。普通に消費者的な感覚として、で、しかも前までのシリーズが僕どれぐらいの電池減りだったかちゃんと覚えてないんですけれども、ちょっと早いなと思ってびっくりしちゃいました。ドキッとしています。だからね、まあまあこんなもんだよっていうコメントもあっていいし、まあいろんなコメントいただければと思うんですけれども、特に協力をお願いしたいのは12シリーズ購入した人の電池残量の減りの速さというところをちょっと知りたいなと思ったので、ぜひぜひ協力していただいて、他に12を買おうと検討している人の、まあ、役に立つ動画になれば、動画というかページ全体として、このページがそういうページになったら誰かの役に立つかなと思ったので、よろしかったらコメントで教えてください。僕がね、使い方悪いだけっていう可能性もあるのでね、そのあたり、ぜひリアルなところ教えていただければ嬉しいなと思います。はい、ということで、まあ、ここで終わってもいいんですけれども、2つほど告知をしようかなと思います。1つが、ライブ配信やりたいなと、今月もライブ配信やりたいなと思ってます。7月30日の金曜日夜8時から10時の予定で、今月購入して良かったものをライブ配信というのをやろうかなと思います。ページにね、ライブの
視聴予約ができるページを用意しておこうかなと思いますので、僕のチャンネルを見ていただければ ありがたいなと思います。なんかね、今月購入したもの 4,5 個 3,4 個わかんないけど、まとめてご紹介したいと思います。それで、その動画の中で、皆さんからのお便りのコーナーも設けたいと思います。先月もやったし、先月もやってね、お便りのコーナーとても大盛況だったので、今月もぜひやりたいと思います。メールテーマは、みんなが今月購入して良かったもの、2021年7月に購入して良かったもの、ぜひ教えてください。はい、ということで、まあここで終わってもいいんですけれども、もう一つ告知をしようかなと思います。僕ね、知ってる人は知ってるっていう話で、知らない人はまだまだ意外とたくさんいるっていう話だったりするので、ちょっとここで告知しておきたいんですけど、僕オリジナルのコーヒーっていうのをサブスクリプションで販売してまして、まあちょっとこれは贈るものではないんですけれども、僕が大好きなノグコーヒーさんっていうコーヒー屋さん、焙煎所さんとコラボして、ノグコーヒーさんね、コラボして、で、まあシーズナルで僕が選んだ、まあ、ブレンドで、焙煎をしてもらって、僕専用のブレンドとして、毎月毎回作ってもらって、で毎月作ってもらって、焙煎したてを皆さんにお届けするっていうサブスクリプションのコーヒー の販売をしてるんですね。でこれが、まあ、概要欄に書いておきますけど、僕のストアーズのページ、e コマースサイトですね、 EC サイトですね、そこに行ってもらうと、サブスクで購入していただくこともできるんですけれども、まあ、その場合ね、僕はコーヒー飲むときは豆からぜひ引いてもらって、で美味しさを楽しんでもらいたいなと思ってますので、そういった理念のもと、豆で皆さんにはいつもお届けしています。でこれが基本コンセプトなんですけれども、だからこれからも基本的にはそういうふうにやっていきたいと思うんですけれども、ちょっと試しにね、やってみたいこととして、このサイズで引いた豆をドリッパーに入れて、ちょっとお試しサイズで、お試しサイズというか、まあ、一杯サイズで買えるような、まあ、コーヒーっていうのも、豆がある分だけ、皆さんにお譲りできる分だけ、ちょっと、小分けで売ってみようかなというふうに思っています。で、結構、リソースというか、手間とか、そういった部分で、お送りできる数っていうのは限りがあるし、まあ、ちょっと今動画撮ってる時点で、どれぐらいの設定で、なんか何袋セットでとか、そういうことをまだ決めてないので、そこら辺はストアーズで見てもらおうかなと思うんですけど、さらに言うと、毎月継続してこれができるという保証はないんですけど、まあ前から気になってたよとか、ちょっと豆で購入する前にちょっとだけ試してみたいよとか、あるいはこのサイズなので、なんかこれだけ職場に持って行って、ドリップでたまに飲みたいよとか、そういうニーズでもいいと思うんですけど、何せこれまでは豆で買えるこういうのしか売ってなかったので、まあそうじゃなくて粉で引いて、しかも一杯ずつにしたものをちょっと郵送するっていうこともお試しで、僕にとってもお試しで、そして皆さんもお試しできるような感じでやってみても面白いかなと思ったので、ちょっとやってみます。だからストアーズのそのページのリンクも貼っておきますので、まあ、よかったら購入してみてください。これはもうサブスクじゃなくて、一回ずつの契約というか購入でやっていただけるかなと思いますので、気軽に購入してみてください。そんな感じで意外と長くなったりしたかも、10分になったかもしれないけれども、本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。一番重要なのは一番最初のやつね、皆さんのバッテリー残量、iPhone 12シリーズの人特にね、教えていただければ嬉しいなと思いますので、よろしかったらコメント残してください。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram、レオ遠山でやってますので、よろしかったら探し出してフォローしてみてください。そんな感じで本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。長くなるんだけど、もうちょっとだけ話していい？終われよ。あのさ、今話、バイバイしてて思ったんだけど、全然このコーヒーの魅力を伝えてないと思った。はい。ちゃんと言う。長くなるけど、もうこっからはゆっくり聞いてください。このコーヒーはもともと、まあ、朝活専用コーヒーっていう感じで、コンセプトで僕はブレンドしてます。
どういうことかというと、まあこれも知らない人も結構いると思うんだけど、僕毎朝5時に起きて朝活してます。で、動画作りもすごく朝に偏った時間に仕事出勤する前にやるっていう生活をしています。で、その水曜日と土曜日と日曜日はサブチャンネルの方でライブ配信でみんなと一緒に朝活やるみたいな活動もしています。で、それ知らなかった人もすごく多いと思うんだけど、で、その中でね、朝活をやるときに飲むと心地よい目覚めで作業に集中できるコーヒーってなんだろうっていうことをかける、季節感合わせて、毎回ブレンドしているのがこの豆です。で、今、今回もしね豆ひいたやつを買ってくれるとしたら、そこで送られるのは深入りの豆です。で、コロンビアで栽培されたコーヒー豆で、で、同じ一つの農園で栽培された豆なんだけど、その中で別々の生産者さん、作った人が別の人だったっていう、そういったそれぞれの2名の方のすごく特徴のある2つの豆をブレンドしたコーヒー豆になっています。味は、夏らしく氷を入れたりしてちょっと薄めながら飲んでも美味しく飲めるよ、飲んでもらえるようにパンチをいつもよりも効かせて、味の強さを損なわないようにちょっといつもよりもバランスよりも、エッジが効いた方に、僕としてはブレンドしています。で、深入りなのでお湯を入れた瞬間、ドリッパでねお湯を入れた瞬間にすごく膨らむと思います。蒸らしの時間にすごい膨らむと思います。ちょっとドリッパーというか、このこれでやるとどれぐらい膨らむかまだ実験できてないですけど、引き立てだと本当にすごいよく膨らみます。で、ポイントはね、僕が個人的なポイントはこれ、さっき言った栽培者さん2人の中の1人がレオさんっていう、 LEO でレオさんっていう人が育てたコーヒー豆が、ブレンドされてるんですね。それがね結構僕的にはポイント高くて、なんかコロンビアのレオさんと不思議な縁を感じて、嬉しくなってこの人の豆を採用させてもらってブレンドさせてもらってます。非常に評判いいし、僕のコミュニティで買ってくれてる人も美味しいって言ってくれて、いつも以上に評判いい豆になってますので、僕も自信持って皆さんに飲んでもらいたいなと思ったので、今回こういうお試しパックっていうのをやってみようかなと思っています。まあ今サブスクで買ってくれてる人でも嬉しいですし、そうじゃない人でもね、試しに買ってみようかなっていう人いたらね、ぜひぜひ手に取ってもらいたいので、購入してみてもらえればと思います。本当に数をそれ用に別に発注してないので、こんだけしかないので、数をたくさん出せるっていうわけじゃないんですけど、もし買ってもらえたら楽しんでもらえるかなというふうに思いますので、よろしかったらご購入ください。はい、多分早い者勝ちにはなりそうな気はします。初めてこのスタイルで売るからね、普通に今買ってる人も欲しいっていう人絶対いると思ってます。はい、ということで短く話すよって言ったのに絶対いつもと同じ長さになって申し訳ないですけれども、はい、以上になります。また次回の動画も絶対見てくださいそれではね、たまにゆるい動画もアップしたいと思います。じゃあね、バイバイ。